お届けいたしました。お待たせしました。続いてはこの方の登場です。リスナーの皆さん、こんばんは。ジャン・クンソクです。はい、そうです。もはや知らない方はいませんよね。ドラマで言うとイケメンですね、ラブレイン、ベートーベンウイルスなどなど、数々のドラマに映画にご出演、そして彼に胸キュンしたという方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。歌手としても非常に高い評価を得ている俳優のチャン・グンソクさん、先日4月27日日本デビュー10周年を迎えまして、アーティスト活動も再始動されたんですね。今日はこれからの活動ですとかその思い、こちらに関していろいろとお話を聞いてます。インタビューした模様をお届けいたします。古谷正幸とジェジュンのポップ A、 さあお待たせいたしました。ここからはもう大俳優でありそして歌手でもあるチャン・グンソクさんと韓国でリモートでつながってます。チャン・グンソクです。ポップ A の皆さん、お元気ですか？元気でした。古谷さん、お久しぶりじゃないんですか？本当に8年ぶりですよ、僕らお会いするの。懐かしいね。2013年のネイチャーボーイのプロモーションの時にお会いして、ね、はい、あの時にもアルバムのプロモーションで会ってて、そうですそうです、ま、いつも僕の新しいスタートデイは古谷さんがいつも同じ気持ちで、ちょっと なんか相変わらず喋りうまいっすね。人を上げるのがうまいっすね。気持ちですね。いやでも本当にね、まあ、コロナの状況があってなかなか日本にも来れないような中で、はい、うん、まあ、お仕事も大変だと思いますけれども、まあ、どんな風にお過ごしだったんですか、ここ1年ぐらいは。さっきですね、去年の5月したぐらいに軍隊から卒業してて、そうですよね、はい、はい、でその後からは新しい曲とかアルバムとかドラマをずっと探しながら1年ぐらいかかりましたよね。でその前にやっぱり日本で結構行けないから、多分アルバムでリスナーと一緒に、まあ、なんとか同じ気持ちを感じするため、うん、アルバムから始めてみましょうというメッセージで今回の新しいシングルで持ってきました。いや相変わらず声がいいな。いや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 、日本語下手くそになりました。いや、このなんだろう、この心に響くとかなんかずしずしくるこの声すごいよね。恥ずかしい恥ずかしい。いや僕実はぐんちゃんと今画面を見ながらお話しさせてもらってるんですけど、相変わらず肌ツルツルっすね。本当にありがとうございます。いやーすごいわ。まあでもね、実は先日4月27日に日本での歌手デビュー10周年だったんですね。そうでした、ありがとうございます。いや10周年ってどんな気持ちですか？おじいさんですよね。いやいや、そういうことじゃなくて、でもあっという間の10年ですか、やっぱり。実はですね、うん、日本で歌手ではデビュー10周年ですけど、うん、僕の人生にとって今年が公約から活動を始めてて30周年になりました。公約から30周年。はい。うわーすごいね。本当になんとか信じられない気持ちがあるんですけど、まあ、そういう時間の意味がある2021年になって新しいシングルで発売しててすごく嬉しいと思います。いやー、まあ、そんな頑張っている中、新しい作品作りにねすごくこう力を注いでいたというチャン・グンソクさんですけれども、実はその5月の末に新しい曲がリリースになるということで、はい、ニューシングルのタイトルはエモーション。もう聞いただけで体が動くね、はい、エモーション。なんと今日ちょっとだけ聞かせてもらえるっていう、ヤッホー、初めてですよ。初めてなんでしょ？初めてですよ。もうね、発売前にファンはみんなラジオの前で今正座して待ってます。そうですね。ドキドキしてます私も。逆に、いやこれちなみにまあ、聞く前にちょっと伺いたいのが、どんな今回曲を作ろうっていうか、どんなイメージをこうみんなに届けたいっていうふうに思ってたんですか？正直言うと、うん、
35歳のチャン・グンソクじゃなくて、うんうん、35歳の男らしいな音楽が欲しかったんですよ。ほうほう、はい、そういう意味では、うん、なんとか今までなんとかヤンチャとか、うんうん、あのいたずらを大好きなチャン・グンソクじゃなくて、うん、なんとか35歳の余裕があるような男らしいな音楽が欲しかったし、うん、そういう気持ちで作ってみました。ということは今まではまあどちらかというとね、まあ、ロックメインでやってきたと思いますし、そうですね、まあ、DJ 活動の時にはまあ EDM だったりね、はい、ダンスミュージックだったりするわけですけれども、はい、今回はそのジャンル的にはどんな感じ？ジャンル的にはうーん今まではあのブリッドポップというあのイギリスっぽいなバンドの音楽が好きだったけど、うんうん、今回としてはなんかあのアメリカっぽいなバンドのイメージがありあるかもしれないですよね。あ、ということはちょっとこうキャッチーな部分もあり、はい、なるほど。さあ聞いてみましょうか。じゃあは行きましょう。サビサビだけですよ、はい、皆さんサビだけですよね。サビだけです。短いけど短いけど、じゃあ、はい、あの軍則さんお願いなんですけど、それでは聞いていただきましょう、はい、エモーションサビですってお願いしてもらっていいですか？ちょっと変わった曲紹介なんですけど、ちょっとお願いできますか？ちょっといいですか？はい、お願いします。すぐかかりますね。はい、はい、皆さんエモーションのサビ30秒です。聞いてみましょう。30秒です。いや、しかもあの行けるとこまででもこれすごいタイミングですよ今の。フルーアさんナイスナイスキャッチです。本当にいや実は今回の曲は僕が歌詞を作って、うんうんうん、あのどういう意味をなんとかあの自分だけのしているなんか内緒ヒドントリックみたいな感じで、うん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 、バレるかバレないか分かんないんだけど、最後の部分に行けるとこまでって、うん、どこまで行けるかと思ったのに。そしたらギリギリ30秒行けるとこまで行きたい。すごいタイミングこれ。はは、こう来ましたか曲。行けるとこまでです。いやーこれね、ラジオにすごい向いてますね。このキャッチーさというか疾走感っていうのかな。イメージとしても、うん、あの自分が一人で、うん、例えばこの曲を収録するとき舞台の上でパフォーマンスすることももちろん、あのそういうイメージあるんですけど、うん、逆に海の隣で一人で運転しているの気持ち、うんうんうん、風を感じながら、そういう気持ちですごく似合うかなと思いながら録音しました。確かにあのドライブミュージックとしてはすっごい最高というかね、はい、風を感じたくなりますよね。そうですね、そういう気持ちとして気持ち的に、うん、そういう涼しいな気持ちとか、うんうんうん、まあ、夏にもすごく似合うんだと思うし、いやーフルで早く聞きたいですね。俺はね、行けるとこまでです。行けるとこまで今日は頑張ってもらいました。はい、頑張ってます。いやニューシングルエモーション、今日はサビを30秒聞いていただきました。でもこれは本当ね、うなぎのみんな、あのファンのみんなには特別なプレゼントになったと思いますよ。ありがとうございます。いやいや、どんどん紹介してくれてありがとうございます。感謝いたします。はい、ね、発表が楽しみですね。さて、まあ、あの今日はですね、チャン・グンソクさんにリモートで韓国からご登場いただいておりますけども、実はこの番組僕あのジェジュンさんとずっと2年間ほどやってまして、今日はまあ特集番組という感じなんですけど、ジェジュンさんとまあ、お付き合いあると思うんですが、最近連絡取ったりしたんですか？すみません、ちょっと忘れちゃってたんですけど、ジェジュン
いませんか今あのジェジュンさんちょっと今日はいませんね。どっか来るんだと思ったのに、まあ、先生いないですよね、はい、僕も来ると思ったんですけれども、うん、来ませんでしたねいやでもこのままで大丈夫ですでももう結構付き合い長いんですよね。長いでしたよね。同じマンションに住んでて昔に。はあ。その時に初めて会ってて、その後から日本でも結構会ったし。え、最初はあれですか、同じマンションに住んでてお会いしたんですか。はい。へえ。うちで初めてに挨拶しました。いや、仕事の現場じゃなくていや、仕事は全然関係なくて。あ、そうだったんだ。はい、プライベートで。で、あの先月も一緒に焼肉食べましたよ。あれも。へえ、そうなんだ。はい。まああのジェジュンさんいませんけれども、やっぱりこう気の合う仲間っていう、なんかこう気の合う部分があるんですかね。多分やはりあのジェジュンと僕はあの似合うとかタイプが近いますよね。二、うん、人で。で好きなタイプなもう車とか、うんうん、食べ物とか、うん、性格とか。うん、あまり二人気が短いからあ、そっかそっか。なんとか似ている性格のところがいっぱいあるので、うんうん、まあベストフレンドになったかなと思います。へえ、いやでもそういう話もね貴重ですけれども、まあ、そんなジェジュンさんと、まあ、2年間ほどこの番組やってきたんですけど、最近ずっと僕もジェジュンさんとリモートだったんで、はい、直接お会いできてないので、あのくれぐれもお会いしたらよろしくお願いします変な話ですけど直接会えないからね。ありがとうございます。わかりました。はい。さて、まあ、コロナ禍の中ですね、その、やっぱりファンの人たちと、今後どうやってコミュニケーション取っていこうかっていう部分で、多分、チャン・グンソクさんもいっぱいいろんなこと考えてると思うんですけど、どういうふうにこう、日本のファンと、うん、まあ、いい感じでコミュニケーション取っていきたいっていうふうに考えてるんですか？そうですね。いろんな人たちを会いながら、例えば、あの、芸能界でも言えば、あの、普通でも、ネットでみんながもっと近くになれるということは何があるのかとずっと考えてます。うーん、単純にこうライブをするとかね、イベントをするだけじゃなくって、うん、もっと近くに行って、そういうどうしても欲がね、そうですね、出てきちゃうから、はい、これをこうぐんちゃんなりにどうやって見せて感じさせてくれるのかっていうのはすっごく楽しみですけどもね。やっぱりトレンドリーダーですから、常にね、今までで知ったけど今はおじいさんだから。いやリードしてください、このまま。また行けるとこまで行ってください、お願いしますよ本当に。うん、なるほどね。やっぱりいっぱいいろんなこと考えてるんだ。例えばあの浦井さん、そういうこともあるんじゃないんですか。例えば昔、うん、昔じゃなくて今までは音楽ということでは、あの、うん、あのライブホールでパフォーマンスとかスピーカーで聴いてる音楽があったり、うんうん、そういう文化があったけど、最近はあのイヤフォンとか、うん、耳で聞こえてる、あのそういう音楽とかタイプが完全、まあ、いろんなタイプがなってるんじゃないですか、うんうん、でなのでそういうことで、あのアーティストとしてもどういう世界観を持ってるかな、持ってるなきゃかなと思ったら、もうそういうこともすごく楽しい部分じゃないのかなと思ってます。そうだよね、はい、だから逆にこういう状況だからこそ、いろんなことに今までできなかった部分でチャレンジをして、そうですね、そうですね、うん、それが逆にね、うん、日本のファンと新しい形のコミュニケーションにもなっていくんじゃないかっていう、あ、はい、さすが、トレンドリーダーですねでしたでした。いやでもこれからも期待してますが、俳優としては今後、まあこれ言えること言えないことあると思うんですけども、なんかこう考えてることあったら教えていただけますか。俳優としては、まあ、やはり本能的に僕はそういう考えがありますよね。演技をするため生まれたという、うん、そういう心的な意味があるなので、うんうん、まあ、今にも軍隊卒業後から1年ぐらいかかったけど、やはり自信がある台本とかシナリオがあると、いつも準備はできたので、そういう自分がこのキャラクターでは本当に表現するのが自信があるなという台本があると、すぐカメラの前に行きます。でそういう瞬間をまだ待ってますよね。
次はね、どんな姿で、で、今の年齢だからこそ演じられる役っていうのも絶対あるだろうし、うんうん、で、どん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 その男の色気みたいなものって、やっぱり30代から40代ってまた違う色気が出てくるんですよ。うんうんうん、そうですね。うん。それをどうやって見せてくれるのか、もう、おじさん楽しみですよ。本当に。ありがとうございます。本当に楽しみしてますんで。私も楽しみしてます。ねえ、その瞬間。まあ2021年今年だといいなーなんて思うんですけども、30周年の今年ね。はい、楽しみにしておりますが、30周年です。はい、いやでも今日は本当に韓国とねつないでこのような貴重な機会をいただいて感謝しております。いやーどんもう僕も直接行けないんですけど、まあ、本当にあのまあ対面でも直接古谷さん久しぶりに会って、はい、まあ、すごく楽しいし、まあ、まだ二日酔いですけど頑張ってますラジオ大好き食べないじゃん。あえて言ってなかったのに、僕が聞いてた情報だけで言ってなかったのに、今そしてごっくり水飲みましたからバレちゃったいやいや、リアルでいいです、嬉しいです、本当にありがとうございます、はいはい、じゃあ最後となりますが、ラジオを聞いてる皆さんに、うなぎの皆さんにぜひメッセージをお願いできますか。はい、あ、本当に本当に久しぶりです。あの直接会えなくても見えないところで、あの、まあ、一人で自分の人生は流れていますよね。私も見えなかったんですけど、あの前のこの1年は僕にとってすごく成長するな時間だったし、まあ、1年くらいだったかもしれないけど、僕にとっては3年ですよね。軍隊の2年と、そしてあと新しいジャングンソクを作る期間が1年で、3年くらい発展したジャングンソクを見せるため頑張ってみます。今回のシングルエモーション大事にしてください。かっこいい締めくくりだな。素晴らしい。お疲れですマイクに近づいて言うところもお疲れですっていうね、はい、いやでもこの特集番組定期的にやっていく予定なので、うまくタイミングがあって日本にいらっしゃることができたら、ぜひ今度はスタジオにも遊びに来てください。あ、全員行きたいんですよ。本当にお待ちしております。はい、はい、古山咲希とジェジュンのポップ A、 この時間のゲストは俳優であり、そして歌手としてリリース間近というチャン・グンソクさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。